今紹介に預かりました、田中と申します。私自身はですね、実は考古学をずっともう30年以上やってます。で、考古学をやってますので、まあ、考古学のお話をするのが一番いいかなとも思ったんですが、実はあんまり私のですね、専門の話をすると今度は逆に皆さん難しくなってしまうので、そういうのとはちょっと離れましてですね、私どもが考古学も含めてですね、研究しております中でですね、出てくるですね、大変面白い、まあ、話題をみたいなものをですね、交えながら、話をですね、していきたいと思います。大分のスタンダードとは何か。大分のスタンダードと言いましても、歴史と文化と自然とですね、大きく3分野にいて、これを皆さんですね、いろんな素材があるわけです。ただ、スタンダードと言いますのは、もちろん歴史の分野で言いますと、県民が知っておきたい大分県の歴史で、そう言いますとですね、大分県の歴史で私たちもう大体知ってるよ、何がそんなにあるの、あるいはもうすでに言い古されたものにしかならないのかなという気もするんではないかと思います。ただ一番問題なのは、そういう意味ではですね、何がスタンダードなのかというの、ここは実は皆さんが頭の中で考えても、実は一人一人ですね、違ってくるんじゃないかと。大分県の人で誰でもですね、大友宗麟というの名前を挙げれば、ほとんどですね、ほとんど全員の人が、まあ、いい批判、悪い批判、いろいろありますけれども、一致はすると思うんですね。そういう意味で後世に伝えていくという人物という分野がございます。遺産、ヘリテージという言葉ですね。最近世界遺産とか日本遺産とか農業遺産とかいう言葉を使うんで、遺産という言葉がよく使われるようになりました。ちょっと前まであんまりですね、遺産という言葉はこういう文化あるいは歴史的な言葉としてあまり使われてなかったんですが、どちらかといえば、まあ、遺跡とか伝わっているいろんな資料ですね、それとかまさに民族でいう伝承なんかも実は貴重な遺産なわけですね。事件という分野があります。いろんなことが行われる、例えば大分県の歴史の中でですね、重大な歴史的な事件、例えば僕ここにですね、例えば大宝律令の施行なんていうのを書いてます。これなんで大分県と何の関係があるんだと、もう何と関係があるんだというふうに思われる人多いと思います。でも実はこの大宝律令が施行されて、このあとこの10年ぐらいの間に法律がわーっと整備された時にですね、実は豊後の国とか豊前の国とか大分郡とか早見郡とか、そういう地名もこの時期に全部作られ、全部漢字も今の例えば、早見とか大分郡とかいう漢字でこの字を当てるっていうのは、この法律のあと、これの細かい法律を作る時に全部決まってくるんです。で、それがですね、その時決まった地域分けとかそういうものが実にこの後、まあ、ある意味明治時代まで、現在の大分県になっても、つい最近までですね、今の市町村制で合併してなんとか郡が消えますっていうのが確か話題になったと思います。10年間ぐらいね、そのなんとか郡が消えます、じゃあなんとか郡っていつ作られたんですかって言ったら、この時なんですよ。実にこの時から1000年以上使われ続けたものが、実はこの市町村合併で消えていくという大きな事実があります。逆に言えば、この時にそういう法制的に作られたことがですね、いかにその後変わらずに続いたかと、それぐらい逆に言えばしっかりしたものが作られたということであります。で、まあそういう意味ではですね、あまりその大分県だけの話じゃもちろんないんです。これは全国的なことですから、だからまあ大分県の中で大分県特有の事件ということではありませんが、大変影響を与えているという意味では大きな意味です。まあ事件というのはね、こういうのがまあ一番地味な事件です。で、事柄これはですね、もっと地味なものです。これは民族の人たちなんかもやってない、歴史の中で事柄というとどういうものが実はもう私たち の, これは常識の中から、生活の中から消えてしまったものだけど、かつて歴史の中では重要な意味を持ってた
ものですね、例えばどういうものがあるかと言いますと、ちょっとですけど、例えば生活の中に牛や馬がいるという生活、もう今この数十年でほとんど失われてしまいました。牛や馬、まさにこれは 今で言うのは何でしょう、農機具と自動車とかそういう乗り物とですね、車や あの機械に変わってしまいましたが、実はこれ牛や馬が日本に伝わってきたのは、私が勉強しているまさに古墳時代です。5世紀から6世紀の頃です。大陸から乗り、まあ、最初は 軍事用のものとして伝わってくるんですけど、馬ですね。でそれがいつの間にか農耕馬に使われる、そしていろんな運搬に使われるようになる。で牛も一緒です。最初は水田に堰を入れるために、引かせるためのまさに生き物として伝わってきます。でそういうものが伝わった後、もう日本の生活の中で1000年以上牛や馬を身近に飼って、あるいは飼ってない人でも身近の生活の中に牛馬っていうのはありふれたものです。でそういうものが自分たちの町や村の中に一緒にいるという生活です。だから僕らはそういうのを見た最後の世代かもしれない。道路の中に牛や馬の糞がね、ポッてポッてと落ちてるのを落ちてるのを小さい子供の頃に経験した見た記憶があります。だからそういうもうですね、生活が1000年以上日本人の間で当たり前だったのに、もうなくなったもの、そういうものがこういうのも一つは実は歴史の中では事柄という意味では大きな意味を持ちます。でもう一つ、奴隷の存在という、これも日本の記憶の中ではもうずっと失われています。奴隷制というのは基本的に江戸時代の初期になくなります。でもっと江戸時代の初期まであったんですよ。江戸時代の初期まではあったんです。一番最初にその奴隷の人身売買禁止令を出すのは、後でちょっと詳しくお話しますが、豊臣秀吉です。でその頃は、逆に言えば日本の世の中で、自分たちの生活の中に、そういうですね、今だとちょっと考えられない奴隷になる人、そういう当時の人たちで言えば、古代の言葉で言えばヤッコ、中世の言葉で言えば下人と言います。そういうですね、呼び名をされる人たちが、まあ偉い人とか通常のちょっと安定した生活をしている生活の人の中には、必ずその何て言うのか、屋敷の中で生活しているという生活があるわけですね。でそういう世の中が江戸時代になると基本的になくなってくるわけです。そういう意味では日本ではもうすでにアメリカなんかよりも実はずっと早く奴隷制というのが、なくなったので、僕らの生活の中にはほとんどそういう痕跡というかね、あれはないんですけども、実は日本でも、平安時代とか鎌倉時代、戦国時代ぐらいまではそういうのが実は普通のことだったというですね、そういうことはスタンダードかなんかは別にして、実は歴史を考えるときに実は知っておいて、取り上げるかどうかというのは全く別問題ですけども、どこかで知っておかないと昔の物語でさえ実は正しく理解できないという、そういうふうにですね考えてくると、スタンダードを決めるっていうのは大変、難しいなというのが分かると思います。で今日はですね、どちらかといえばスタンダードを決めるのは実はなんでこんなに難しいのかというような話をですね、中心に少しいくつか例を出しながらお話を続けていきたいと思います。まず一つはですね、もうスタンダードといってもですね、これはいろんな違うんですよと、これは当たり前とかもしれませんけど、実は歴史っていうのも皆さんいろんな人が、実は歴史家が調べてこういう事実を明らかにしたりですね、したし、昔からこういろんな形で話が伝わってる、そういうので組み立てられていくんですが、もちろんですね、この歴史学を復元する時の学問分野によって、随分異なる姿が見えてきます。どんな資料によって
実は歴史、昔、過去のことに近づいていくか、文献学、要するに記録とか実際に書かれたものですね、そういうもので研究されている人が、復元する歴史というのがあります。人物、思想、事件、いろんなものが記録されています。ただ実は記録されているというのはほんの一部なんですね。ほんの一部です。で、多くの場合、皆さんもそうですよね、自分たちの今の日常生活を当たり前のことほどものに書き記さない。で、また意図的に消されたような歴史もあります。戦国時代にですね、キリスト教のが日本に来た時には、宣教師と日本人の間とか宣教師同士とかで実はものすごくたくさんの手紙がやり取りされていたんです。で、日本にはキリスト教になった人が結構たくさんいました。で、そういう人たちが江戸時代になってキリスト教をやめた時に、実は宣教師からもらった手紙とかキリスト教の関係する手紙をすべて、ほとんどすべて、もう破棄してます。そのためにそういう人たちの手紙というのは、日本からヨーロッパに送られた手紙は山のように残ってるんです。もうでも日本国内ではそういう手紙はいっぱい破棄された。キリスト教に出した手紙とか、例えば大友宗麟が自分からキリストであるとこう書いてるような、キリスト教徒であるということを書いてですね、書いたような、特に分かるような手紙なんて、もう明確なものはもう数えるばかりしか伝わってません。もう数通です。実は何百通もあったはずなのに。そういうふうにですね、文献の記録というのは実は、あまりにもありふれたことはわざわざ字に書きませんし、当時の人は常識的なことはですね。で、また書かれたものも状況によっては必要ないと思われるものはどんどん破棄されていくんですね。それで残るものは実はほんの一部になってしまうということです。それと民族学という、この代わり民族学という分野はそういう書き記さないものを、習慣とか伝承とかいろいろ聞き取りをする形で歴史のことをいろいろと復元していくわけですね。その日常的な生活のことは実によくわかります。例えばお祭りがどういうふうに行われた、当時の冠婚葬祭はどうであったか。ただこれはあくまでも現在生きている人とか年寄りの人たちに伝わってきた伝承ですから、明確な年代、この今はこうだけど、まあもうちょっと前、明治代ぐらいまではこうだったかもしれないんだけど、それより古いとどうだったかと言われたら、もうなかなか細かいことがわからないんですね。そういうですね、大変今度は、資料って難しい事情を持ってます。で、一方もう一つ、考古学という分野は、これは皆さん最近発掘調査とかたくさんなされてるんで、まあいろいろ新聞とかですね、テレビとかでも見たことはあると思うんですけども、まあ実際出てくる昔の人の遺跡、作った遺跡、昔の人が使った遺物、そして昔の人が行った行為の痕跡、まあ例えば火事を起こしたとかですね、壊されたとか、そういうことをですね、そうするとそういう痕跡として残るんですね。そういうものが地下に日本でも膨大に埋もれているというのが分かっています。で、まあそういうことを発掘することで年代とかそういうのは非常にはっきりと分かります。ただこれは考古学の資料ですから、人間が生活していた時にあくまでも遺跡も遺物も使った後の痕跡なんですよね。基本的に遺跡にしてももう使われなくなってそのままになったもの、使っている最中の姿をそのまま写しているようなわけではありませんし、当然誰が生活していたのかってなかなか個人の名前までたどって分かることはありません。例えばお墓って発掘調査で一番メインで出てきますけれども、お墓が何百基発掘されてもですね、その人が古代のお墓の誰のお墓であったかというのが分かるのはもう極めて稀なことですね。そういう意味では、実は文献学、民族学、考古学三者三様にですね、
学問の対象や扱っているものが違います。一つ例を出します。文献には記録が全くないのに考古学から評価が出て、これはスタンダードだなと思われるものの、代表的なもの、これはだいたい皆さんはこの写真を見てどこだったかお分かりでしょうか。臼杵石仏の今からほぼ90年前の写真です。で、1920年前後です。これも同じ時のまだ、皆さんまだ首が上に下にあってる頃で、これは実はその100年ぐらい前もこんな状態だったんですよ。で、ちょうどですね、今から90年ほど前に、ここを調査した時の最初の状態です。これは臼杵磨崖仏の今の写真なんですけども、臼杵磨崖仏というのは江戸時代の初期にですね、この下にあった満月寺というお寺がもう廃寺になってしまって、そのためにもうお寺が全然なくなるんですよ。で、石仏だけが残されていくという状態です。で、江戸時代にもですね、豊後国師という、それこそ岡藩がですね、19世紀の初めに作ったですね、豊後の国内のいろんな地師ですね、そういうの中にもちゃんと臼杵の深田には石仏があるというふうに書かれてはいるんです。ただし書かれているからといって江戸時代の人が臼杵石仏を特に重要にしてたかというと、そんなことないんですよ。他にも石仏があるとかいうのはいっぱいあるわけですよ、記載が。問題なのは江戸時代の人たちにとっては、その江戸時代の石仏か昔の石仏かなんて全くわからない。ただとりあえず臼杵の深田に行くと石仏みたいなのがあるよというのが、一種の旧石までは言わないですけど、名称の一つみたいな形で伝わっていた。ただ特にだから大事、特に対処されていません。例えば文豪国史の中にですね、特に項目を設けて深田の石仏なんていうのがあるわけでは全然ありません。実はこれは今先ほどの写真が撮られた1920年代にですね、考古学美術史学の方から調査が行われたんです。大正10年から14、5年にかけて、京都大学の工学研究室を中心に美術史の人なんかも入れてですね、調査が行われます。先ほどの写真は実はその調査の時の写真です。木を買ってですね、で初めて図面を撮って写真を撮ります。ですから多分頃ですからね、写真を撮るったって多分こんなでっかい写真を持ち込んでですね、でしかもちゃんとですね、初めてですね、測量図まで全部作ってるんですよ。だからやっぱりかなり大規模な調査をしています。何が分かったかというとですね、その頃日本では中国に日露戦争の後ですから、で中国が清から中華民国に変わります。そうすると大陸の調査というのが解放されるんですね。雲崗とか龍門の石窟なんての調査は日本人が最初にするんですよ。でその価値を紹介します。で朝鮮半島では新羅の石窟案の調査などが行われます。そうするとですね、そういうのが行われている延長でこの臼杵石仏を調査したのはなぜかったら、実は中国のとか朝鮮半島にある石仏と実は匹敵するような石仏といったら、実はいろいろあるけども、この臼杵の石仏じゃないかということで調査が始まるんです。その結果、大陸の石仏と比較して初めてこの臼杵の石仏が平安時代のものであるという説が大きく出されます。これがこの濱田耕作の豊後磨崖石仏の研究という本で、その成果をもとに1952年実は国の特別史跡になります。京都大帝国大学文学部考古学研究報告旧豊後磨崖石仏の研究というこういうですね、表紙の本が調査されてすぐ作られます。これ13年ぐらいのものですね。こういう本がすぐ作られて、しかもこれは一番最後に英文のオブストラクトで、普通の文字じゃなくてちゃんとこれ世界に出すための本ですから、英文の省訳まで全部ついてるんですよ。
でこれは世界に配信されます。でこういうのが紹介されたおかげで実は臼杵石仏の評価が、定まったということなんですね。臼杵石仏は文献で調べる限りもう全くほとんど出てこないんですよ。昔その石仏に何か大きなお寺があってなんとか満月寺がちょっと少し出てますけど石仏自体のことは何にも出てこない記録上は。だから今でも誰がいつ作らせたのか議論があるぐらいなんで明確な資料は一つもない。だけど石仏はすごく古くてしかも価値のあるものだということをですね、比較して言ったおかげで実は日本中あるいは世界中の人が認めるようになったというのは考古学美術史の実は調査の、結果なわけですね。でそれを受けて実は1976年から現在の臼杵市が発掘調査とか大屋ですね保存の修復を始めて、満月寺というお寺が正面にいっぱいあるということが分かって、しかも時代もですね12世紀後半のは平安時代の終わり頃から鎌倉時代にかけて主に、掘削がされたということがほぼ判明してきました。これと同じような経過を今たどりそうなものに中津市の羅漢寺がございます。であれは最近までですね実は江戸時代のものだとばっかり考えられてきたんです。で自伝では南北朝の時代の1350何年に改装というで自伝お寺の伝承というのがあったんですね。この数年ですね羅漢寺の実際の調査を石仏の調査を始めたんですよ。そうするとですね石仏を作ったですねこう実はいくつかの石仏の中にですね穴が開いてて中が空洞になっている石仏がある。何をしてるかって言ったら中にお経を入れてるみたいで、そこの中に入れてるですね年号を見たんですね。調査した時に出たんで、なんか穴が開いてるよって言ってこう穴から中にあるこう古文書が出てきてその年号を見たら全部南北朝時代の1300とかそれこそ1400年頃とか要するに作られた時代が伝承通り古いと14世紀のものと判明してきました。本当にね本物。そしてそれは日本で羅漢さんが石仏に石像の羅漢として作られたものとしては日本最古であるということがほぼ判明してきました。で今それで羅漢寺の、お寺全体もすごくいろんな遺構が古いというのが分かってきましたのでおそらく禅宗のですね、そういう14世紀に中国から伝わった寺院としては、出色の遺構であろうということで今、国もですね地元もですねこれを要するにそういうのを正しく評価して国の指定の美術工芸品に指定されるんじゃないかというふうに今調査が進んでます。だからおそらくですねそういう調査で、の結果がはっきりしてくると羅漢寺も今まで言った以上にすごい歴史的文化的価値のあるものであるということが明らかになるんじゃないかなと思います。スタンダードは異なるという話をちょっとします。歴史を書き残した人の立場によってもちろん異なるということはですね、当たり前では当たり前です。例えばどういう感じでスタンダードが異なってくるか。例えば民族によっても随分違いますよね。例えばこんなこと言うと悪いですけど豊臣秀吉の評価なんて皆さん考えてみてください。日本人から考える豊臣秀吉と中国の人から見る豊臣秀吉と朝鮮半島の人から見た豊臣秀吉の評価って普通に考えても随分違うだろうなと想像はつくと思います。あとでちょっとこれは豊臣秀吉のことは大きく関係しますので詳しくしますけれどもこういう民族による違いもありますし身分地位階層あるいは武士自分が武士であったか僧侶であったかあるいは本当の庶民であったかそういうところではですねでも随分違ってきます。宗教によっても評価が違ってきます。仏教神道を信仰している人の立場とキリスト教を信仰している人の立場であっても随分違ってきます。
まさに器用非法編ですね、豊臣秀吉のことはキリスト教の当時の同時代の文献はもう悪魔呼ばわりですから、秀吉はですねになります。 でも仏教や神道の人たちがじゃあ秀吉をもろ手を挙げて歓迎してたかというとそれもないんですよ。浄土真宗とかは、まあ信長が中心ですけども、秀吉なんかまでは仏敵です。仏敵という評価です。そういうふうにそれこういうのはですね、非常に単純に言えば仮にスタンダードがこれだと言ってもすごく評価が異なってくるということが皆さん分かると思います。で、豊臣秀吉さんというのをちょっとですね例にとってお話すると、日本史の教科書で見れば、天下統一戦国時代を終わらせた人ですね。で、刀狩りと平和令やって日本中から戦を停止させて、で彼は海賊や山賊そういうものの停止を命じます。要するにそういうことをするともうダメだよということを言います。そして同時に太閤検地というそれまでないですね、土地の測量をして税制を定めてやります。それと人身売買禁止令を初めて発します。要するに奴隷禁止令を、同時に行うんですね。なぜかって言ったら奴隷の人たちにちゃんと対抗検知をして田んぼを割り当てて税金を納めさせる方が国としては良いという判断をする人です。そして宗教の点ではバテレン追放令でキリスト教の日本から排除しようというふうにします。そういうふうにですね、評価があります。そして日本の社会にとってはとにかく戦国時代のもう100年間続いたとんでもない殺伐とした世界を終わらせたという意味ではやっぱりすごく高い評価が日本の歴史家の中でも実はあるんですよ。薩摩が攻めてきた時ですね、大友の時攻めてきた時ですね、戦争で大友がほとんどもう敗北寸前になるんですが、それをもちろん最後秀吉が介入して薩摩を置くんですけども、その時はですねまだ先ほどちょっと言いました奴隷制の世界ですから、薩摩の軍隊っていうのは戦争に勝つと同時にですね文武の人たちをみんな連れて帰るんですよ。何百人何千人って女子の中心にみんな連れて帰る。熊本にも連れて帰ります。で、熊本の人たちは今度飢饉が襲ってたんで連れて帰ってきた文武の人たちを奴隷として養えないんでどうするか、島原に当時島原と博多が東アジア最大の奴隷市場です。そこに売り飛ばすんですよ、二束三文で。で、そういう人たちが実は東南アジアに流れていくんですね、江戸時代の初期に、で、そういうことが実はもう普通に行われてますので、豊臣秀吉が来た時の一番最初の法令は島津に対して何て言ったかって人返し令なんです。人返し、要するにさらっていった連中をみんな戻せと、戻してもう一回農業させるんですよと。つまり奴隷として売り飛ばされた人たちを一遍戻しなさいと。で、どうしても戻せないところになったら金出すから買い戻せと、いう命令を出します。そういう意味ではもう戦国時代の戦闘でもうめちゃくちゃになっていた社会をもう一回立て直して税金をちゃんと納めさせて成り立っていくような国にするというですね、ことを、始めて、結局秀吉自身では完全にできなかった。次の徳川政権がそれをもう明確に推し進めていくわけです。そして実は徳川の平和というのが訪れてくるんですけど、そういうところの最初を行ったという意味では日本史の教科書はですね、日本人の立場ですけど日本の国という立場から見ればやっぱり秀吉は日本の歴史の中ではそういう何ですか、ことを成したと評価されるべきところがある人です。一方ですね、これはちょっと大分県ということに問い出せばですね、秀吉は非常に大分県の歴史に絡んでます。先ほどちょっと言いました大友が滅亡を免れたのは秀吉が救援してくれたおかげです。1587年
1593年の朝鮮の役の時に改易されてしまいます。まあ、正藩分立がですね、始まったのはまさにあのこの豊臣秀吉 の時なわけです。でもう一つ全く別の側面があります。豊臣日本国の朝鮮侵略と、まあ、朝鮮侵略という言葉はですね、言うとビッとくるんですけども、これはもう今実は高校の教科書でも中国の教科書でも普通に使われている教科書の見出しで使われる言葉です。もうすでに、ただし、朝鮮侵略という言葉はですね、これは結果に基づいて言ってますんで、その当初の戦争目的というのはちょっと違います。これは秀吉が一方的に仕掛けた日民戦争です。朝鮮と戦争したわけじゃありません。これは民国に対して民を要するに征服しようとした戦争です。で結果としても日民戦争です。中国、当時の中国は民と言います。でこれはですね、日本では文禄慶長の役と呼ばれます。朝鮮では人心帝有和乱です。和というのは日本ですね。日本人がやってきて、まあ、国を乱したという意味で和乱と言います。中国では何て呼ぶかというと万暦朝鮮の役です。万暦というのは中国の民の皇帝の名前です。要するに万暦帝の時の朝鮮で行われた戦争です。役だから民国の立場、中国の立場から見れば万暦朝鮮の役、つまりそれぞれ実は呼び名がそれぞれの立場で異なっております。で戦国時代の戦としての朝鮮侵略という言葉をちょっと書きましたけども、最初の目的は、豊臣秀吉は民国を征服して、戦争の最終的にもし勝ったなら北京に首都を移して、日本の実は天皇を北京に移して、という計画なんですよ。要するに明の国を征服して、そこに、まあ新たな国を作ろうというのが目的です。ただ結果としてどうなったか、明国まで入るどころの前の朝鮮で、明の戦争が激しく行われ、朝鮮の侵略という結果になるわけですね。というのは日本の、これ軍隊というのがどんな当時軍隊だったかというのをちょっと、これもですねちょっと考えると面白いんですが、大友軍は6000人参加してます。これは数が出てくるんです。船で渡ってるんで何人いてるっていうのは、で、動員計画がちゃんと秀吉から示されますから、その国高、自分のところの領地に応じてどんくらいっていうのが決まってるんですね。で実際行ったのは6000人です。でもそのうちちゃんと武士は721名です。なんで721名ってこんな細かい数字が分かるんだ。これは、当時の戦争の常で、戦争に参加した人たちは、参加したという名簿を提出するんですよ。着当状と言います。それをちゃんと、大名の方は書き記しています。そしてその人たちが何か手柄を立てたら、今度は報奨といって、どういう手柄が立てたかという文書を出して、でその後何かあれば褒美を、領地とか褒美を与えるんですね。そういうのが分かってますんで、大友に従った人は名前を全部出してます。その名簿が今でも残ってます。あれ数えると721人、武士の名前が、721人と、全部で6000人じゃないのと、あとの5000何十人は一体何者ということですね。実はですね、当時の武士というのは一人ですね、名前を挙げた一人に対して家来が2人ぐらい、2人か3人で、下人というのはさっき言いました世話をする人です。実際にはまあ奴隷みたいなもんですよね。例えば馬だったら馬をこう引っ張る人、食料だったら自分たちの道具を持つ人、鎧を持っていく人、そういうことをする自分の今家来のもっと下の立場の人、そういうのが数名、さらに、軍隊全体のですね、食料とかなんとか弾薬とかなんとかを全部運ぶために妊婦さん、それで合わせて6000名。一体なんで戦国時代に草としての朝鮮侵略ってことをやったかというと、なんで朝鮮侵略になったかというと、当時は、実際に戦闘になって戦う人はこの武士とその家来、下人や妊婦というのは前線にはもちろん出ません。背後によるわけですね。でこの人たちにとっての、この人たちは動員されますよね。ご飯は食べさせてくれますよ。でも行った後の何ていうの、
武士だったら手柄を立てたら領地もらうんですよ。下人や妊婦の人たちは何の報酬もないんですよ。でだからじゃあ彼らにはじゃあ行って何が与えられるのと言ったら略奪を許可するんですよ。略奪を許可するんです。何日間か略奪してよいということをします。だから日本の戦争でもそこに行った先の例えば食料とかあったら持って帰りますし、大事なものを持って帰ります。略奪、それだけ聞いたらあ、まあそうだろうな、昔の軍隊だからと思いますよね。でこの時代が実は奴隷制の時代だったということを考えてください。略奪の中には人も入ります。ですから朝鮮の人の女子供、要するに働き手となる人を略奪する、これも OK だ。そういうことが戦国時代の戦では日本の国内で普通に行われていたので、朝鮮半島に渡った日本の軍隊も中国の民軍と戦いながら、あるいは朝鮮半島の軍隊と戦いながら、実際には勝つと、勝てば勝つとこういうことをやるんですよ。やるのが当たり前だったから、日本の習慣をそのまま持ち込みます。でその結果が結局、朝鮮半島からいろんな技術者とかいろんな人を日本に連れてくるという結果になるわけですね。まあそういうことが あるために、朝鮮侵略という結果に、要するに素直にスッと例えば明の国に行って勝ってればまた別だったんでしょうけど、そこで朝鮮半島で戦争が長引いたためにそういうことになってしまう。そうするともう朝鮮の人から見たらもうたまらないことになってるわけです。戦場の勝ち負けとは別にですね。で実際に中国民の征服が目的です。で実は戦争目的自体は秀吉が民を征服するというのは別に突飛なことでも何でもないんですよ。日本人から見たらむちゃくちゃ突飛ですね。どうですか、戦国時代を終わらせたらその後にすぐ民に攻め込むとか、もうなんか日本人の感覚からしたら考えられない、考えられない。でも中国史の常識からしたら当たり前のことなんです。例えばモンゴルが勢力を持てば絶えず中国の中心に攻め込みます。で元、実際に攻めて元という国を作ります。満州族は二度にわたって金という国と清という国を作り上げるわけですよ。で彼らは別に日本よりも中国人に近いわけじゃないんですよ。モンゴル人も満州族も言葉も違えば文字も違う。日本より違いますよ、漢字使わないんだから。彼ら文字は全然違います。そういう異民族でありながら勢力が大きくなると中国を征服する、で王朝を建てるんです。これはある意味中国史の中では周辺の民族が非常に強くなると中原に出ていくというのは当たり前で、そういう意味では秀吉がですね日本をまとめてそのまま出ていくというのはまあおかしくは全然ないことなんですよ。戦争目的としては不思議なことではない。ただ結果としては明らかに、これは明の勝利です。なぜならば、攻めてきた秀吉の軍隊は秀吉の死とともに全部朝鮮半島から撤退するわけですから、ギリギリまで朝鮮半島の一番南まで民軍が攻めて包囲してるんですからね。最後の段階では南にずるっと立てこもってる日本のお城をですね、周りを民軍がずっと取り囲んでる状態で秀吉が死にますから一斉に撤退です。だからこれは豊臣日本国の完全な敗北なんです、戦争としてはですね。でもうその結果はもう明瞭で、実に翌年北京の民軍はちゃんと北京のですね今の天安門広場で大凱旋式やってるんですよ。全部戦争が終わったと。でその時に、なぜその戦争そのものは先ほどの朝鮮半島では大変こう、すごいことになってるんですけども、じゃあ日本の軍隊がなんでこんなに最後は負けたのか、実は、個々の戦闘では大変陸上戦では強いんですよ。でも何が違ってたか、もう水軍が圧倒的に弱いんですね。朝鮮の水軍に、日本の船が全く歯が立たない。海戦ではほとんど負けてしまいます。しかも、明の方は経済封鎖をします。経済封鎖ってどんなことってよく考えてるんです。これはですね最近よく分かったんですけど、日本が朝鮮半島に攻め込みますね、一番の武器は鉄砲です。鉄砲と弾を持っていて、それがすごく脅威になってるんですが、実は
玉は鉛ですが、鉛は東南アジアから輸入なんですよ。でだから明は南の方から行く船が、要するに 中国から日本に行く貿易船に武器を一切持たせんとことをやります。そういう経済封鎖をやってます。で実際水軍の劣勢がですねあるために、現実的には朝鮮半島では武器弾薬が食料まで急防して、最後は日本の立てこもってた多く の朝鮮の軍隊は飢えに苦しむという状態で、最後秀吉が死んで、秀吉の意地で戦っているところがあって、秀吉が死んだ途端にみんな引き上げる、一気に引き上げます。だから日本に帰ってきた時には別に曲がりなりでもそういう戦勝のなんとかいうことを儀式とかいうのは全くやっていません。だからこれはもう確実に言えば戦争としてはもう敗北で、明の勝利というのは明白です。そして朝鮮半島のすごい荒廃が残されたというこういう結果として終わるわけですね。でこれで話のついでで、今のような話をしますとですね、先ほどの国内的な秀吉の評価と、外国のおける評価が、全然異なってくる。特に中国朝鮮の人たちにとっての評価とは全然違ってくるというのが分かろうかと思います。日本軍は陸上戦闘では非常に強いんです。強かったんですね。海軍は弱かった。で、中国の軍隊にも負けなかったんです。当時の中国の軍隊というのはですね、戦争をやるとですね、すごい花火の打ち合いみたいな戦争になるんですよ。記録によりますと、当時の宋の軍隊がモンゴルと戦争するときは、今で言えばロケット花火みたいなやつの大型のね武器みたいなやつがものすごい数装備してるんですよ。まるで夜戦争するとですね、花火の打ち合いなんですよ。もう明るくてすごいという。で明軍は実はそういう軍隊なんですよ。ところが日本の軍隊は大砲とかそういうのはあまり持ちませんが、鉄砲を持っている。これは戦国時代に実は日本の鉄砲隊が、すごく発達するんですね。特に、信長秀吉から発達していきます。そして皆さん長篠の合戦の時にですね、信長がなんか鉄砲を並べて3つにこう分けてするとかいう話を聞いたことがあると思います。つまり個々に一斉に撃ったりですね、バラバラに撃つんじゃなくて、火縄銃というのは一発撃ったら弾丸を次に込めるまでに1分ぐらいかかるんです。どんなに速い人でも1分でも1分があったら、馬だったら100メーター行きます。実は、鉄砲隊に対して武田の騎馬軍団がある時期まで優勢だったというのはそういうことなんですよ。鉄砲をボーンと撃たれたってちょっと避けといて、次の弾込めまでの間にとまでドーッと行けばもうそれで勝てたんです。ところが、そういうことをせずにですね、うまく鉄砲隊を分けて一発撃ったら次の鉄砲隊が例えば何秒後に撃つとかいう、そういうふうにこう、分かれて、撃つというやり方ですね。これは実は日本で発明された戦法らしいんです。これは長篠合戦かどうかについては実は今議論がすごくあります。ただ日本で発明されたのはまず間違いない。なぜならば、朝鮮で明軍と戦った時の日本軍のやり方がそれだったんですよ。そのために、明軍がすごく苦戦をするという、最初それに対応できなくて苦戦をするというのがあります。ところがですね、その鉄砲の撃ち方が、これ明の書籍です。実は明軍の鉄砲隊なんですよ。これ明軍の鉄砲隊の当時の雑誌、つまり朝鮮で戦ってから40年後、もう中国の明の軍隊、これ当時は、女真が北から攻めてきてる、真の国がですね攻めてきている状態、それに対抗するための軍隊ですが、今もうちゃんと鉄砲隊の、いや何ていうの、戦い方が記されてるんですよ。それはまさにこの臨流砲銃図といって、要するに鉄砲隊を3つか4つに分けて時間を置いてどんどん撃つ、そうすることによって隙間の間に相手にやれない、これ日本が朝鮮半島に持ち込んで戦ったやり方が40年後には明の軍隊にももうみんな採用されているという、これ証拠みたいなもんですね。で実はなぜか、日本兵の捕虜というのが実はいるんですよ。朝鮮の時に戦うのは十何万人の人たちが兵士、さっきも言ったように兵士はそのうちの 10% ぐらいです。
いろんな人がいます。特にあの鉄砲隊は優秀ですからいっぱい行ってるんですよね。でそのうち実は日本兵が引き上げてきた時にですね、日本兵の捕虜だけで中国側朝鮮側諸国で数千人の規模いるわけです。でこの人たちはどうなったか、もちろん運よく日本にその後帰ってきた人もいますが、そういう人たちはほんのわずかです。ほとんどの人が帰ってきませんでした。でその行方というのがあのかなり分かってきてます。朝鮮にあの降伏した人、朝鮮軍に降伏した人は、朝鮮がですねあの方針を変えるんですよ。最初は捕虜にしたら生かさない、要するに相手はもう憎いやつだから殺すというのが、捕虜は殺すというのが最初はですね。でも朝鮮軍はある時期からその方針を得ます。捕虜は生かす、特に鉄砲を持っているやつは生かせと、生け捕りにしろという方針に変えます日本兵。で降伏してきた日本兵たちを決して虐待せずに、そのまま例えば部隊ごとですね、100人ぐらいの鉄砲隊で降伏したらですね、そのままどこかの村で扶持を与えて、鉄砲隊としてこの場合朝鮮の軍隊に編入して戦ってもらう。で要するにですね、降伏した日本人の鉄砲隊が朝鮮の軍の部隊として日本と戦ってるんですよ。で朝鮮の鉄砲隊というのはあの日本の軍隊をそのまま習いますから、このあと17世紀にはあのアジアで最強の鉄砲隊になるんですよ。民軍に捕虜になった人たちはどうなったか、民の軍隊戦ってますから、民軍の捕虜になった人たちの多くは、連れて行かれますが、一つはまあ凱旋式でもう実は位の高い人は全員あの処刑されます。これはもう見せしめです。もう勝った証拠みたいなもので、北京の街の中で公開処刑をします。でも大半の人は、特に鉄砲隊は民軍に編入されるんですね。鉄砲隊は特に、国内の内乱、つまりもう翌年には四川の反乱に、朝鮮半島で従軍した民の武将の率いる部隊が四川の反乱を鎮圧するために出ていく。その中に日本人の捕虜の鉄砲隊がいっぱい含まれてますがいます。そして対女真、満州での対女真の戦争に、その女真を守るための砦に日本兵がずっと配置されていく、そういうことが記録に残ってます。こういうふうにですね、配置されます。特に有名なのは1619年のサルフの戦いというのが、これ満州で行われるんですけど、明の国と女真の大きな戦いですが、この時ですね、朝鮮側はですね、日本兵鉄砲隊3500人を含む1万3000人の援軍を明に派遣。この3500人というのは降伏した朝鮮で降伏しますね、その人たちがあの扶持をもらって要するに生活してるから、そこでまた結婚して朝鮮の人奥さんもらって子供たちをつけて、で鉄砲のあれをずっと伝えるんですよ。そういう人たちがあのいます、含むあの鉄砲隊がいます。でこの後ですね、あのこういうのの援軍に出ていきますし、1654年とか1658年はロシアと清がモンゴルの北部で、とか満州の北部で出会って戦闘を始めた時に、清の戦闘に朝鮮の鉄砲隊が応援で駆けつけてます。でこの時はロシア軍を圧倒します。そういう形で、先ほどもですね、明の軍隊、そしてこの朝鮮の軍隊はまさにですね、日本のあの鉄砲隊の技術そのものです。このようにですね、まあ日本初の兵器革命というか使い方の問題ですね、そういう軍事の技術がですね東アジアに広がって、まあそれを受領した政権が東アジアに安定した政権をもたらす、江戸幕府、理治、朝鮮、清という、これからあと300年間安定するんですよ、これらの国々は。そういう人たちの安定をもたらすのに、実に皮肉なことですが、日本の、 あの敗れた、あの朝鮮で民軍に敗れた時のそういう、まあ、兵器の革命が、皮肉なことにあのそういう結果をもたらすということもあります。こうやって見るといよいよその豊臣秀吉の、やったことというのはどう評価していいのかと、複雑なものになりますね。これは当たり前のことですけど、まあ、資料の増加とともに変わる、これは思わぬ発見があるというのは、まあ、あの皆さんも、まあ、歴史のことで新聞にですね、時々何かが発掘で出てきたとか発見されたとかいう記事が載ることがあるので、あろうかと思います。まあどんなものがあるか、さっき言ったようにですね、文書、民族、考古というのはさっきお話ししました。で自然資料というのは特に 3.11 の
地震津波以来ですね注目されるようになった自然災害とかにももたらしたいろんなものの記録ですね。で、思わぬ発見があるというのは、細かい話は話して代表的な話をちょっといたしますね。古代史、私がちょっと古代史があるんで、古代史を変えた50年に一度の発見というのがですね、実は20世紀21世紀とあるんですよ。一つは木簡というのがございます。これは何かご存知の方はいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、それまで文書でしか残ってなかったですね記録が、発掘調査でですね木の札がいっぱい出てくるんですね。木の札が、それに文字が書かれてる、1960年頃に平城京で初めて、明確に古代の木簡であるということが判明します。奈良の都でこういうものです。木の札にですね文字が書いてます。文字が、これ何かというと、当時のですね、不要になって廃棄された行政文書なんですが、大体納品書とか、今で言えば納品書とか領収書の類です。何の何がしが何年何月何を納めましたとかいうのを荷物につけた札です。で、こういうものは物を届けたら、今でもそうですよね、領収書とか納品書も税金、今だったら税金払わないといかないんでちょっと長く残るかもしれませんが、普通は納めてしまえばもう確認したら捨ててしまいますね。という昔の人も同じです。木の札に書いていて、いらなくなったら捨ててしまうか、字を削ってもう一回書き直すんです。そうするとそういう札はですね、当時のことですからドブに捨てちゃうんですよ。で、ドブが溝となって遺跡となって残ってる、そういうのを発掘すると、こういうものが今奈良時代とか太宰府とかでもそうですね、大分でも実は国崎で調査で、たくさん出ていますが、こういうものが地下から出てくる、たくさん出てくるようになって、文字の資料が古代莫大に増えたんですよ。で、このことから思わぬものが分かるようになります。で、最後にもうまとめますが、スタンダードは変わるし、異なってもいます。それでもスタンダードのことはですね、必要です。なぜかといえば、これから何をしようかどうしようかと迷うような時にですね、過去に大事な手がかりがあるからです。で、私たちは未来にとって何が大切かを、考えればおのずとですね、スタンダードはまた決まってくると思います。ただ行政が作るスタンダードというのはね、無難なものになりがちですのでぜひですね、どこかでスタンダードのですね、外伝とか番外編みたいなものがどっかでできれば、そういうものも、できると面白いのかなと思ってですね、今日の、お話を、終わらせていただきたいと思います。どうも唐突の終わり方みたいですから、終わります。どうもありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。